神秘で限りなくヒロアクとの戦いが。ボス、この星は誰も手をつけていない一番の宇宙海賊ガイスターの神、我々に会うからやつらめ、この星に逃げ。こちらは宇宙警察へ行く使いだ。応援を頼む。僕んちの車はエイリアン。そうだ、今日の遠足はサンキュー。おしっこしてこよう。なんだ、何かしら。夢ね。それで姉ちゃん。何よ、うるさいわなのよ。おしっこして寝なさい。マリオか、脅かす。私にとってすぐ逃げるから。なんだよマリオ、やっぱり夢だったのかな。あ、おしっこ。おーた、起きなさい。忘れてた。その新聞の編集長で灰皿じゃないわよ。車は大丈夫かね。まあまあ。おはよう。こうた。ん？おはようございます。徳田さんだ。編集長。やっぱり。ああ、これはまそうですね。博物館や大学の研究室からなどから4体の恐竜が。テレビ局も知ってるみたいよ。恐竜博覧会の恐竜は大丈夫。今日僕たちそこへ演奏。そこのはまだ盗まれてないよ。行くぞ徳田。はい。じいさんの形見さ。失敗だなんて信じられっぱって食べられちゃってるよ。あの恐竜動かなかった。たくみくん、カメラで覗いてたら古くたって関係ないだろ。こういうのを言うの。オートズーム。古いカメラっておしゃれよ。大事な宝物なんだ。星を止まんなくなった。古いカメラ。絶対ですよ編集。まだここだけが武士なんです。誰はバッチリ確実です。よノザウルスよアンキロザウルスムアノドンよあら編集長。あれ、そういえばただの模型でしょ。あー、なんだ。じゃあ早く。おじいちゃんのカメラ、パパの新聞に載せてもらう。おいガキ、この宝物をよ。このカメラのこと。ガイスターの悪党め。僕んちの車が。ロボットになっちゃった。貴様。だからダメだ。しまった。この野郎。我が命の光が消えるまでは通りには立てん。シャラッ。オープン。大丈夫だ。私の名はエクスカイザー、星川浩太。大丈夫か。今は詳しい話をしている時期、しばらく君の胸にしまっての秘密ということだ。浩太くん、大丈夫？どっかへの中に消えたのか。なんだと、ロボット。ああ、浩太、恐竜がロボットに、その目が、カメラが壊れてる。お前は何年し、どうしてこんなところにあるんです。平気平気。きっとおじいちゃんのカメラ、新しい友達に。